じゃあちょっと短い髪の毛なんですけど、ハートを作るっていうのをしていきますね。はい。でここをこっち三つ編みしたんですけど、こっちも同じように3等分しまして、で3つを編んでいきますね。これ三つ編みです。3つをこうね重ねていくっていう。これやったことあります？お母さん。ないですね。3つをこう真ん中に持ってったら三つ編みっていうになりますので、こうやってね。てか何やってんの？三つ編み？今すごい何やってんの？三つ編みのやり方で、そして最後ハートにしますね。お楽しみに。ありがとうございました。友達の用意だよ。ありがとうございます。でこれで今三つ編みができまして、ぐるーっと持ってきますね。こうやってね、こうやってぐるーっとこんな感じですね。回転させてこうですね。でこっちも回転させてこうですね。そうするとハートになるんですね。ここをくると、それでやっていきますね。で今ここを結びまして、あとここをピンで留めるっていうのをしていきますね。上の部分ね。でピンの留め方なんですけど、なるべく見えんようにここをこう差し込むとか、後ろの方に、例えばこれを丸く見せて、この後ろにこうね、こうやったら見えんでしょ。こうやったら多少は見えるんですけどね、こうやってね、多少は見えるんですけど、ちょっとだけ。で先っちょ見えそうやったらちょっと隠したりして、またちょっとハートっぽく。でこっちもね、ちょっと指で見えんかったらごめんなさいね。見えますか？ハートっぽくなったの見てみたいんだよ。見てみたい？ハートっぽくなったの見てみたいんだよ。見てみたい？ちょっとだけ。ここもね、ここからちょっとだけ。ここをね、こう交差する、そしたら、まあ、ちょっとは見えるんですけど、どうしてもねピンの長さ的に極力見えないようにこの位置に差し込むというね。後で仕上がりちょっとしますね。ちょっとThank you.